3年ぶりにほぼ通常の規模で開催されている仙台七夕祭りはコロナ禍前を上回る人出でにぎわっています。主催者によりますと、初日の昨日の人出は2019年の初日を3万人以上上回る84万8千人でした。また2日目の今日午前の人出も2019年の同じ時間帯を4万人近く上回る15万1千人となりました。こちらの老舗かまぼこ店では昨日名物のひょうたん揚げ1500個が完売するほどのにぎわいでした。コロナ感染がまだ収まってない中だったので、どれくらい人の方がいらっしゃるかってちょっと不安もあったんですけども、本当に非常にたくさんの方に来ていただいて大変嬉しいなというふうに思っております。仙台七夕祭りは明日まで開かれ、3日間で200万人の人出を見込んでいます。